人生すべてが暇つぶし。はい、ゆうすけです。今日のレボーグライブテーマはレボーグもゆるです。このタイトルを聞いただけでですね、何のことかピンときてしまう人もいるんではないかなと思うんですが、私の愛車である今現在この乗っているですねレボーグの方がリコールが出ました。もうほんとめんどくさい、もうほんとめんどくさい。で、一応ですね7万台弱出てですね、初期型から、去年の10月の終わりぐらいまでの車の中からですね、計、7万台弱の車がですね、リコール対象としてピックアップされておりまして、おとといですね、国土交通省の方に、申し出が出まして、大々的にニュースになりましたと。で、先ほど言った車の台数の中からですね、大体不具合が10件ちょっとで、燃えてしまったという件数が2件あるということで、自分がそれに該当することはないかもしれませんが、該当する恐れのあるというところをありまして、電子制御のところの部分のですね、プログラムの書き換えを行ってくださいっていう案内が出ている状態です。なので、昨日ですね、木曜日に発表がありまして、昨日ディーラーさんからの営業担当の方からご連絡がありまして、今日早速書き換えに行くといった次第です。で、簡単に言うとですね、リコール論争みたいなところで私何回か挙げてるんですけど、リコール上げないよりは上げた方がいいって話がまたこれ出てくるんで、リコールしてくれてありがとうございます、バルさん。何ですかね、これがいつもよくわからないんですけど、一応ちゃんとですね報告してくださったんで、ちゃんと直しに行こうかなというところです。いやー、でもですね、やっぱり車好きですね。死ぬまで車に乗ってたいとは思うんですけども、死ぬ時車に乗ってたいなとは思わないんですよね。っていうところがあるので、できれば走行中とか停止中、車の車中にいる時にですね、なんていうんですかね、死にたくはないですよね。で考えると、一番安全性があると、アイサイトという装備を持ってですね、日本の市場の中ではかなりトップクラスの実力を持つレボーグなんですけども、内側からやられちゃったらそれはおしまいよという話なので、今後こういうことがあるんであればまたですね、リコールの案内などを出していただいたりしながらですね、対応していただきたいなとスバルさんには思うところでございます。やっぱりですね、もう今2年、経ってですね、3年目に突入した今、私はこのレボーグという車で非常に楽しませていただいております。で、過去、なんだかんだですね、車2台生活してますんで、あんまりですね、伸びないなっていうところではあるんですけども、2年半で1万、これは15,873キロということで、前売った車が7年で3万キロ行ってなかったことを考えると、驚異的なペースで乗り続けてはいるんですが、やはり、楽しく乗れる車として、ちょっと今後もですね、ぜひ期待したいところではございます。で、最近こうちょっと今リコールの話からちょっとそれるんですけど、で、僕ちょっと気になるところがございまして、内装系のパーツなのか分かんないんですけど、冬だからって言い方をするのがちょっとそれも分からないんですけど、結構きしむ音がですね、この、なんつうのこれ、
コンソールボックスというか、この辺りからします。まあ、中に入れすぎなんで抜きゃいいんじゃねえかって話もあるんですけど、もうこの ドアもですね、そうなんですけど結構きしみます。で、まあ、次、まあ、この車の次を考えるときに、おそらく私が買うとしたらっていうところを考えると、まあ、できればですね、まあ、スバルさんはスバルさんでいいなって思ってるので第一候補に選んであげたいなとは思うんですけど、何買うのって話なんですよね。何買うんすかね。レヴォーグ新しいタイプ、まあ、私あの2014年に購入してますが、その後に出たレヴォーグの方でなんかどこちょっと私ちょっと結構気にするのは、あのドアの油圧というか、ドアのこうバタムって閉まる音みたいなの結構大切にするんですけど、なんか軽いんですよね、新しいやつバーンと落とすんですよね。まあ、なんでちょっとこれ感覚なんで、まあ、慣れりゃいいじゃねえかと、走りが楽しければよくないって話なんですけど、まあ、値段が値段なので、まあ、正直一応そうですね、スバルグローバルプラットフォーム、まあ、SGP でしたっけ、の方がですね、まあ、搭載されるのかされないのか分かんないんですけども、まあ、去年カーオブザイヤーを取ったインプレッサーと同じようにですね、劇的変化なんかを遂げてくれないかなと思ったりはしています。まあ、おそらく再来年ぐらい、まあ、今年、車検なんで、まあ、ちょっとですね、次の車検あたりにはどうなるのかなみたいなのはちょっと考えたいかなと思います。はい。まあ、ということでですね、これからディーラーさんに行ってリコール対応しますというところなんですが、まあやっぱりめんどくさいはめんどくさいよね。なんだかんだ言ってね。まあ、なんで今後もこういうことがあったら行かなきゃいけないんですけども、ぜひ迅速かつ優しい対応をしていただければなと思います。はい。ちょっと寝起きでですね、何言ってるかちょっと分かんないところもあるんですけども、まあ簡単に言うと、これからリコール対応してもらいますという動画でした。はい。乗り味なのか、まあちょっと変わるようであれば、そのこともご報告させていただければなと思います。はい。それではまた。